エレベーターで蚊と一緒になって怖かった脇あずみです。うわ、めっちゃホラーだ。ゲームに真剣に向き合っております。鈴木えりです。あらあら、なんか夏ですね、でもね。いや、そう。蚊とか、嫌だ、エレベーター待ちしてる時に蚊がエレベーターのあのドアのとこずっとぶつかってて、あ、こいつ開けたら入ってくんだろうと思ったら、本当に入ってきて。うわ、一緒に？でもここのスタジオまでそんなに回数も短いので、うん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 、一瞬だったからもう。エレベーターの私は、じたばたしながら過ごしてましたけど。同じ空間に。え、エリさん、眼精疲労から回復して？あ、結構回復してきて。よかった！なんと、あ、そう、ありがとう。最近、デノバのなんかマップを真剣に覚えようと思って、はいはい、今、ノートを作って。何それマップ見ながら、チェイスポジはここ、あそこに行けばみたいなのを、真剣に勉強し始めたっていう。え、コピーしてください、それ。え、ダメだよ。え、なんで？私だけど。そんな、めっちゃ欲しい。じゃあなんか、人に見せていい感じになったら、じゃ あ、お願いします。ぜひぜひ、また一緒にやりましょう。はい。そんな感じです。はい。はい、本日はメール会でーす。はい、読もう。いきますよ。はい。せーの。アゼリアール。ということで、メールを紹介していきましょう。はい。お願いします。はい。S デスペラードさんからいただきました。珍しい。強そう。ありがとう。エリピアンアジュジュ、こんばんは。こんばんは。アジュジュ、7月10日に福岡で行われた、脇あずみがやってくる、うん。お疲れ様でした。やってきたよ。初福岡ということで、うん、初手から止まらない。福岡グルメの話炸裂で、うんうんうん、優秀なスタッフさんのおかげで地元民なら誰でも知ってる美味しいうなぎ屋である田舎庵さんのうなぎを食べ、うん、ゲームの景品で明太子を持ち帰り、うん、終始アジジが楽しそうでその笑顔を見るとこちらも元気をいただきました。帰りにお土産を買われるとのことでしたが何を買って帰りましたか？よかったら教えてください。以前レコメンドのコーナーでおすすめし、うん、9点をいただいた、うどんの肉ごぼう天うどんも北九州のグルメなので次回来られる時はぜひエリさんと一緒に堪能してほしいです。行きたい。おお、九州福岡。そう、初だったんですけど。わ、素晴らしい。いやもうね、本当に楽しくって楽しそう。美味しいものが多すぎて、なんかまずやっぱラーメンと、うん、もつ鍋と明太子は絶対食べるっていう、うわ、決めてたんですけど、うん、まさかのその小倉っていう場所でイベントしたんですけど、うん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 、そこのあの田舎のうなぎも福岡の名物だよって言われて、うん、うなぎもそうなんだ、初めて知ったと思って。確かに聞いたことない。聞いたことないですよね。やっぱその、うん、ね、ラーメン、もつ鍋、明太子の三強かと思ってたんですけど、うんうんうん、こう地元の人は、うん、あのクイズ、なんかこう、うん、お客さんと私たちとでなんかビンゴゲームみたいなことをするんですけど、その福岡といえばっていうお題で、はいはい、お客さんもこうやって出してくれるんですよ。ペペドームとかそういうの出してくれるんですけど、なかなかなんかもつ鍋とか明太子とかあんまり出さなくって、逆にうなぎとか。そうなの？そう、地元の人はそうなの？ごま味？ごま味？あ、味？そう、とか、え、そういうのもそうなんだって知らないものいっぱい出してくれて、でさ、でイベント昼夜あったんですけど、お昼の時に、昼の部の時にうなぎ食べたいなって言ったらスタッフさんがもうすぐ買ってきてくれて、いや、すごい、すごい仕事だ、すぐ買ってきてくれて、早い。でもあのお昼休憩の時に食べてくださいって言われて食べて、めちゃめちゃ美味しくて、でやっぱ違うんですか？全然違いました。あのまずうなぎ自体、うん、関東と関西とか割とこう焼き方が違うっていうのが分かります。焼き方も違うんだ。こっちだとすごい蒸してふわふわなんですけど、うん、そんな感じ。そう、他のとこだと割と表面固めで中ふわふわって感じで、うん、それもあんま食べたことがなかったから、おいしい、こんなに美味しいんだって思って、やばい、すごい美味しかったし、やばい、食べたいです。食べたいですよね。いやー、どれ食べたいです。買ってきてくれるかな。福岡まで福岡まで。でなんかこう二
肉まん、大きい肉まんもうちの名物なんですよって言ってて、スタッフさんが、いいな、肉まん大好き、食べてみたいなって言ったら、帰り際に肉まん買ってきましたよって言って、優しい、優しい、魔法みたい、素敵なイベントって思って、優しい。そう、もう私は本当にお腹パンパンになりながら東京に帰ってきました。いやもう最高だね。最高です、美味しいもの食べて。でもエリさんは福岡行ったことは？行ったことないんだよね。ないですね。九州に行ったことなくて、九州自体ないんだ。なくて、行ってみたいんだよね。そう、もう魚も本当に美味しいみたいで、お寿司とか最高だよね。最高。いやー、私名残惜しいのが、イカ、九州イカがめっちゃ美味しいらしくて。いいな。そう、踊り食いというか、あの、い、なん、お作り、そのまんまで食べたいと思ってたんですけど、なかなかもうお腹いっぱいすぎていけなくってまた挑戦したいなって思ってます。なんかもう1日じゃ足りないぐらい。足りない足りない、ね、でも前乗りもしたので。あ、そうなんだ。それ満腹になりましたね、はい、楽しい思い出がいっぱいな九州でした。行ってよかった。行きたいです。幸せな話、はい、ということで、メールありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です。メールアドレスはあずえり@secondshot.jp、 あずえり@secondshot.jp、 普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして今週分のアゼリアールは水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。チキン。さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやアゼリアール特別編が聞き放題見放題です。皆様会員登録をよろしくお願いします。はい、セカンドショットフェスガールズメンバーズ2022 8月6日開催です。チケット情報など詳しくはイベントホームページをご確認ください。またいつか脇安住と鈴木えりがやってくる。行きたい行きたい。ぜひ呼んでください。ではでは、今回はここまで。お相手は脇安住と鈴木えりでした。バイバーイ。